はい、内部ストレージが8分、9分、10分切りまして、びっくりしました。内部ストレージってどんどん減っていくんですね。動画撮ってるうちに、見えないゴミが溜まって、お掃除しないとね。最近いつもなんか前後半下手すりゃ3編に分かれて申し訳ないです。見たい人だけ見てください。現状にペンタクルの2の逆位置が出た後に顕在意識でワンドの2が2シリーズが出てますので、ここがカップの2だと小躍りしてしまいますが、2が出ると2つのことが並行しているという読みになりますので、じゃあその2つのことって何のことって、ルノルマン先生にズバッとお答えいただきます。よし、1個落ちた。顕在意識で2つのこと並行している、見通し立ててる1つのことって何のこと？ネズミが出た。リスク。リスクなぁ。リスクなぁ。そんな、そこまでうまいこと言ってないよ。そんな悩むほど。悩むほどうまいこと言ってないよ。デートな。と？2つのこと。3つ出たで。また出た。怖いな。女性の影。なんなん、女性の影。また出た。思わせぶりの女性の影がまた出た。2つのことに見通し立ててる私の顕在意識、リスクと楽しいホリデー、休日、ゴールデンウィーク、29日出勤したせいで、振り替え休日が30日に回ってきて、もう実は今日からゴールデンウィーク突入してるんですよね。今日からっていうか明日から。楽しいゴールデンウィークの見通しと、リスク？リスク？何のリスク？そして、ワンドの2で見通し立ててるって思ってる、ルノルマン先生、また女性の影を起こしてきた。これ、何？何を表すの、これは。女性の影に見通しを立ててる。読めないわ、この女性。あなた誰？誰って聞いたらまたお友達って出るの？ねえ、あなた、女性の影。もしかして、ライバル？ライバルはすっごいチラチラするんだけど、そんなに強力なライバルな、心配しなあかんほどに。で、早く急げって言われてんの。何を急ぐの？そんなに取られんの？男性。意味がわからん。男性の女性？男性の女性？男性と女性出てさっぱり意味が。この女性は誰って聞いたら男性出てきた。女友達と男友達。読めん。助けて先生。男性と女性の影出てきた。
謎だわ。いつか謎が解ける日が来るのかな。いい人いるのかな。別に、独占欲ないので、幸せになってくれたら全然構わないんだけど、こっちから何する気もないし。私、周囲の人の幸せしか願ってないから、自分の幸せより。私も十分幸せなんで。潜在意識がワンドのさん。見通し立ててるな。じゃあ何にってなるよな。未来に見通し立ててるよな。私一体潜在意識の中で何の未来に見通し立ててるの？教えてるログマン先生。謎に、ペンタクルのキングの波に、ルノルマン先生の、その素敵な女性、友人カード。出て、追っかけ回されてるんだけど、これ何？お相手様自身のことなん？お相手様自身が、私のこと気にしてくれてるの。もうなんか、全部都合よくリーディング、自己か、完結っていうか、勝手に読んでいい？そう。もう、曲解もいいとこやけど。いい、それでいい？もうわからんし。また2枚入れたので、見せます。見通し立ててることを潜在意識で。なんだろう、お仕事？お仕事に対する責任感みたいなカードが出てきた。今日のリーディング難しいなぁ。で、さっきコウノトリのペア出たけど、今度フクロウのペア出た。コウノトリは朝日。世代をつなぐっていう意味もあるけど、フクロウは夜。子孫繁栄、知識の繁栄みたいな感じで、つがいでたね。お相手様との精神的なつながりに見通しを立ててるわけ。ああ、そっか、お仕事と両立したいんだよね。あまりにも、あからさまに、職場で、バランス書いたら、おかしくなるからね。公にはできないし。そこまで考えての潜在意識。